こんばんは。こんばんは。さあ今夜はですね、交流戦楽天阪神戦をお伝えします。日米通算906試合登板の鉄腕、五十嵐亮太さんです。よろしくお願いします。お願いします。スポルタンにも連投ということで。連投になるんですね。もう鉄腕になりそうな。お呼びいただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ楽天ですけれども、今日の試合前で交流戦の順位が4位ということで、はい、優勝の可能性を残しての今日のゲームということだったんですけれども、その中でも今日の注目は何といっても日米通算179勝を挙げている田中将大投手と、大卒1年目にしてセリーグ3位の15本塁打を放っている怪物ルーキー、こちら、はい、佐藤輝明選手、注目の対決がありました。はい、今回スポルタンはその2人の選手を徹底調査すると、2人を支えるある興味深いことが分かりました。セリーグ首位を走る阪神の原動力、15ホーマー43打点怪物ルーキー佐藤輝明、迎え撃つはメジャー帰りの伝説のエース田中将大。注目の対決が宮城で実現。気になる2人の支えとなっているものを徹底調査。まずは日米通算179勝、田中将大の好投を支えているもの。道具にも一切妥協なし。田中を支えるのがこの特注スパイク。ということでスポルタンはスパイクの担当者を直撃。足を左右で、ミリ単位、特別な機械を使ってスパイクと足の隙間がほぼなく、本当に素足のような感覚。毎年シーズン前に足のサイズや形を計測、フィッティングテストを何度も重ね、靴ひもの位置を調整するなどフィット感をアップ。8年ぶりにメジャーから復帰した田中、メジャーより柔らかいとされる日本のマウンドに対応すべく改良を施す。しっかりこう土をつかみたいというような形ですね。土をつかむスパイクの刃はほんのわずか短く、かかとから足の指先までしっかりクッションが入っているようなものを採用してます。足への負担を減らすソールにもこだわり、踏み込んだ時の安定感を生み出している。しっかり足をこだわって感覚を磨いていらっしゃる選手はなかなか自分も担当した中ではあまりいないかな。そこら辺の感覚っていうのはやはりもうプロフェッショナルです。細部までこだわり抜いた究極の一足で怪物ルーキーを迎え撃つ。五十嵐さん、はい、ミリ単位の調整ですよ。そうですね、日本のマウンドってアメリカに比べて柔らかいので、僕は逆に高くしてるのかと思ったんですけれども、はい、短くしたっていうのをちょっと驚きましたね。五十嵐さんはいかがだったんですか。僕はその球場に行って使い分けてるのと、雨の日であったらかなり緩くなってしまうので、その日はちょっと高めの刃のスパイクを履いていました。そうなんですね、さあ続いては佐藤輝明選手、少年時代も怪物でした。そのポテンシャル、まさに怪物。セリーグ新人王最有力、阪神佐藤輝明。怪物ルーキーのルーツはなんと宮城県村田町。祖父母勲さんと道江さんを直撃。高校まで毎年地元兵庫から帰省していたという佐藤輝明。宮城での日々が野球に打ち込むきっかけとなった。小学校のあたりは私が受けてピッチング練習させましたから、朝ごはん食べたらもう行ってキャッチボールしたりなんか打たせたり。猛特訓の末、輝明少年はぐんぐん上達。当時から足しげく孫の元を訪れ応援していた勲さんは、ある日驚愕のシーンを目撃したという。びっくりするくらい飛んでたの。そこの校舎を越したのってのはあいつしかいねえって言うんだよ。これは普通の子供じゃねえなと。
さらに意外な事実も教えてくれた。割と小さい時は食も細いし背もあんまり大きくなかったね。大きく強く育ってほしい。二人は食育でも孫を支えた。米は自分のうちのものだからそれを送ってやって、あとはほらもち豚缶のお肉、ずんだ餅からこだまのどら焼きか。おいしいって言われると、ね、一生懸命送りたくて。祖父母から送られた宮城の名産物のおかげで187センチ95キロと強靭な体に成長。愛情を注いだ孫が今日田中将大と初対戦。もう俺以上に本人が燃えるだろうね。多分ホームラン1本でもいいから打ってほしいです。伝説ルーキー佐藤輝明対伝説のエース田中将大、勝負の行方は。セパ首位決戦、田中将大佐藤輝明の注目の2人。最初の対決は2回でした。さあ注目の対決になりました。セリーグ新人野手では2003年横浜村田修一以来2人目の月間 MVP を受賞した乗りに乗っている佐藤。さあ対するは田中ですが、入りややボールが高く見えたんですが、五十嵐さん。そうですね、高いとはいえこの時だけちょっとスピードも上がってるんですよ、はい、なのでちょっと意識してたのかなとは思いました。ストレートをこの後3球続けます。そしてセンターフライ、いいボールでしたね。変化球が多分頭に入っている中でインコースまっすぐだったんですけれども、やっぱ詰まったあたりでね、この勝負に関しては田中選手2軍配が上がったのかなと思います。貫禄勝ちでしたね、はい、4回に2点を失った田中、佐藤と2回目の対決です。さあ2度目の対決になりました。初球は変化球、そしてこれで追い込みます。そうなんですよね。そして追い込んだ後の3球目、低め。見事でしたね、はい、追い込んで、ね、本人は多分ボール球にしたいところだったんですけれども、とはいえあの低めの高さのボールをしっかり芯で捉えてヒットゾーンに持っていく、さすがな技術力だなと思いました、はい、そして2点を追う楽天はその裏、4番島内。バックスクリーンへ飛び込む10号ソロですぐさま1点を返します。そして6回、佐藤の第3打席を迎えます。さあ第3打席です。この打席も五十嵐さん、2球で追い込むんですよね。そうなんですよ、これで2球で追い込んで外で外してもいいのか、それとも勝負に行くのかっていうところ、この3球目なんですけれども、この1球、このカットボールですよね、はい、コースもかなりいいところですよ。それをあそこまでですね。日本人とはちょっと思えないの、このなんていうか、すくい上げるバッティングっていうんですか、本当ピッチャーからしたらちょっと完敗ですね。脱帽なホームランですね。ホームラン打ったこのゾーンは打率4割を超えているというこのインコース打ち、見事な一打になりました、はい、16号ソロです。田中は7回を投げ3失点で負け投手に。2012年から続く楽天生命パークでの連勝は16でストップしました。そうですね、祖父母の前で、こういう活躍できて、とても嬉しいです。試合を観戦した祖父佐藤勲さんと祖母道江さんは、この宮城でねホームラン打ってもらったっていうのは何よりもう代えがたい。願わくばもう1本打っていただければありがたいかなと。順位表です。楽天は5位となっています。はい、まあ佐藤選手のおじいちゃんおばあちゃんにとってはね、本当ですね、おじいちゃんおばあちゃん高校になる一発ということになりましたけれどもね、いきなり来てホームランですもんね、はい、いやかなり良かった。もうお米また送っちゃうんじゃないですか、もち豚と一緒に、はい、一緒に、いや本当ですよね、もうこの勝負はやっぱり注目の勝負になりましたね。なりましたね、でもよくあそこも本当にある程度変化球が頭に入っててあそこをさばいたのか、それとも反応で打てたのかは僕どっちか分かんないんですけれども、で多分勝負感もそうですし技術能力っていうところもそうなので、
本当にこれからどんどん成長していく佐藤選手の一打席を見たのかなと、そういうふうに思いましたね。いや本当ですね、もうリミットなしのモンスターみたいなね、そんなバッターですけれども、ね、勝負してても何の怖さもないような、そんな雰囲気もありましたよね。ですね、まあ、あのカウントノーボールツーストライク、はい、追い込んでから、あのそれまでですね、佐藤選手はあのそのカウントからヒット打ったのってほとんどなくて1割切ってたんですよ、打率が。それでもホームラン打っちゃ う, ってう、まあ、でもバッテリーからしたらそういったデータが入っているので、うん、そこをあえて攻めていったと思うんですけれども、やっぱりそうなると反応できたのかもしれないですよね、佐藤選手が。そういうことなんですかね、うん、いやでもちょっと楽しみな対戦でしたね、これはね。楽しかったですね、はい、さて交流戦も明日が最後ということなんですけれども、この後ペナントに向けて鍵になるもの何なのか、はい、ちょっと書いていただきましたので、はい、私になっていただいてもよろしいでしょうか。はい、田中投手、岸投手、はい、この2人になるかなと思っていて、まあ、僕も、ね、ずっと田中投手を見ているので、田中投手って言ってるわけじゃないんですよやっぱり、ね、その先発ピッチャーがなんていうの6回ぐらいまで抑えれば中継ぎ抑えかなり安定しているというところで、はい、他のピッチャーっていうのは勝ち星を順調に積み重ねているんですね、うん、で岸投手と田中投手に限って勝ち星にちょっと恵まれてない部分があるので、この先発2人が勝ち星を重ねることによって、この先楽天が優勝へどんどん近づいていくんじゃないのかなと、そういうふうに思っています。ということなんですね、この2人の柱にちょっと期待していきたいと思います。五十嵐さん、本当にあっという間なんですが、ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。お願いします。